マイネルセレクト。マイネルセレクトは、日本の競争馬。現役時代は、脚部不安で終始順調さを欠いたが、ダートの短距離で無類の強さを発揮した。引退後は、種ボバとなっている。萩のトップレディの孫にあたり、いわゆる、華麗なる一族が久々に送り出した、GI ホースとして、注目を集めた。2001年10月28日。 福島競馬のダート1000メートルの新馬戦でデビューした。スタートで後手を踏んだが2着に6馬審査をつけ、単勝オッズ1.3倍の圧倒的1番人気に、個体勝利した。続く2戦目の福島2歳ステークスでは2番人気に、支持されるも、状態の悪い芝コースの内側を走らされ、最後の直線で伸びずに4着に敗れる。この後は、ダート路線に専念することとなる。 三戦目はポインセチア賞であったが、最後の直戦で無難に抜け出し二勝目を挙げた。四戦目のシュクラメンステークスでは、花さの二着となった。結局、二歳児は四戦二勝で終えた。この後骨折し、長期休養を余儀なくされる。長期休養後、三歳児の秋に復帰した。竹豊が二戦に渡り起乗し、初戦の一千万円以下条件戦では二着に、 敗れたが、2戦目の1000万円以下条件戦は一番人気に、個体勝利する。小級戦となった1600万円以下特別の、キフネステークスでは3着に敗れ、この後再度の休養に入る。2003年7月に、戦列復帰。この時点で1000万円以下条件に高級しており、1000万円以下特別戦の、岩室特別に出走予定であったが除外され、 翌週に行われたオープン特別の北陸ステークスに格上町、大西直弘が起乗し、先行作から最後の直線で抜け出し勝利した。次に出走した BSN 賞は重馬場で行われ、前半サンハ波論が32秒9というハイペースとなったが、そのペースを先行して、尚行きたがる素振りを見せ、直線に入ると先行した馬が、 次々と脱落していくなで逆に差を広げ、最後は2着に3場審査の勝利となった。逃げ、先行の馬が軒並み海に沈む厳しいレースの中、1分9秒6のレコードタイムでの勝利となった。3戦目は重賞のシリウスステークスで先行して直線で抜け出す競馬で2着に3場審査をつけ勝利し、これで3減少となった。 初めての地方競馬出走となった JBC スプリントではスタートで出遅れ行為からレースを進め逃げたサウスビグラスを直線でトライにかかるも花さ及ばず2着に敗れたこの年は大井競馬場で回収工事を行っておりゴール板が10メートル手前となっていて開催距離も10メートル短い線190メートルだったという風もあったこの後主戦機種が 大西直弘から竹豊に変わることになった。明けて2004年の初戦、ガーネットステークスはトップハンデでの出走となった。道中は行きっぷりが悪く、第4コーナーでは竹豊が無チを入れる展開であったが、終わってみれば2着に三馬身2分の一差をつけ、重賞2勝目を挙げた。その後、などある芝競馬場で行われるドバイゴールデン社品に出走するためドバイへ。 遠征した。遠征前に日本で出走を予定していたネギシステークスを在庫のため回避し、ドバイ到着直後にも熱発をするなど、終始順調さを欠いたが、前年のブリーダーズカップスプリントを制した K ジャンビートなどの競合相手に5着となった。その約5ヶ月後、帰国初戦の先玉杯では6着に敗れ、初めて掲示板5着以内を外した。続く、 東京ズキは雨の降る中不良馬場で開催されたが直線で伸び勝利した。この勝利で JBC スプリントへの優先出走権を得た。そして秋の大目標である JBC スプリントに再挑戦することとなった。開催競馬場は同じ多い競馬場であったが前年は昼の開催であったのに対してこの年はナイター開催となった。 単勝オッズ1.3倍という断然の一番人気に押され、レースではスタートで出遅れることなく、流れに乗り先行し、直線で抜け出すと2着以下を寄せ付けることなく2馬身2分の1差をつけて勝利し、GI 制覇を飾った。安状の竹豊にとっても、本競争初勝利であった。2005年は、順調にレースを使えず、ネギステークスを客部不安のため出走回避し、 フェブラリーステークスでは、官房のため枠順確定前に出走取り消しとなり、ドバイゴールデン社品への出走も断念した。ようやく出走にこぎつけた黒船賞では、GI 馬のため 59kg の別定重量を重ねながら、第4コーナーで先を行く馬を捉えると後続を突き放し、二着のボトゥルーに2馬審査を付け勝利した。その後は、 春の目標にしていた柏は記念の出走を回避、休養し、JBC スプリントの連覇を目指したが、8月になって、右前足に、クッケン炎を発症したことから引退が決まり、9月21日付で、日本中央競馬会の競争馬登録を抹消された。2006年度より、北海道ニーカップ町にある、ビッグレッドファームで、つなぎようされ、日本では、 数少ないフォーティナイナーの国産後継種母馬となった。父及び母系の血統背景もあり、初年度産区は43頭と一定数の繁殖品馬を集めた。しかし、以降は産区数が落ち込んでおり、産区から目立った活躍馬も現れていない。2011年の種付けシーズン終了後、イーグルカフェと共に韓国へ輸出された。つなぎ両先は、 最終党の緑原木場、サラブレットクラブラフィアンの募集場としては、総額4400万円、22万円200口と比較的高額であった。募集パンフレットには、当時の社長である岡田茂之の種母場として帰ってくること期待というコメントが添えられていたものの、それほど人気はなく、満口となったのは募集締め切り間際であった。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。